K-POP アイドルといえばカラフルでおしゃれな髪色が印象的ですよね。 BTS のメンバーもご多分に漏れず色鮮やかなヘアカラーでアーミーたちを楽しませてくれます。今回は BTS の黄金マンネコとジョングクの髪色をまとめました。色別にご紹介しますのでぜひご覧ください。ジョングクの髪色、紫色やミントグリーンなどの鮮やかな髪色も記憶に新しいですが、どちらかというとジョングクは派手な色よりも暗めのヘアカラーのイメージがあります。実際のところはどうなのでしょうか。2013年のデビューから2022年3月現在のヘアカラーまでジョングクの髪色の変化を見ていきましょう。黒髪、2013年6月15歳という若さでデビューしたジョングク。デビュー当時の髪色は黒です。6月21日にアップされた写真は少年らしいナチュラルな黒髪とあどけない表情が相まって実年齢よりも幼く感じます。デビュー時の黒髪から2度ほど髪色を変え、グループ初となるフルアルバム「ダーク&ワイルド」がリリースされた2014年8月頃は再び黒髪に。濃いめのメイクと黒髪がクールでかっこいいですね。この頃のヘアスタイルは人気が高く、2017年くらいまでデンジャー期のジョングクの髪色とヘアスタイルが一番好きと話すアーミーも少なくありませんでした。髪の毛がサラサラ&ツヤツヤで美しいです。2018年5月 BTS は2018ビルボードミュージックアワーズのステージでフェイクラブを全世界に初公開しました。この時期のジョングクの髪色は黒、目にかかるほどの長い前髪と黒髪のヘアスタイルが大人っぽいです。少しの間黒髪から遠ざかっていましたが、2020年4月頃からまたまた黒髪に。ジョングクのすっぴんかけるメガネ姿は可愛すぎて破壊力抜群です。同年8月にリリースされたダイナマイトも黒髪でのカムバックでした。この時のジョングクに一目惚れしたという方も多いのではないでしょうか。2021年6月から9月頃、ジョングクはまたもや髪色を黒にします。同年7月にリリースされたパーミッショントゥーダンスの MV も黒髪でした。 MV に映し出されたこのアシンメトリーの髪型、いつかのジョングクにそっくりなような。2021年7月18日公式 YouTube チャンネルにて公開されたビハインド映像で、シュガがジョングクに対してデンジャーみたいだと話しているシーンがありました。確かにデンジャー期のジョングクにそっくりのヘアスタイルです。見比べると骨格は男性らしくなったと思いますが、かっこよさは何年経っても変わりませんね。2021年11月頃から2022年3月現在のジョングクの髪色は黒です。4月はグラミー賞の授賞式やラスベガスでのコンサートがありますが、黒髪から変わるのでしょうか。メンバーたちの髪色の変化から目が離せません。赤髪、2014年2月学校3部作の完結編であるスクールラブアフェアがリリースされました。サンナムジャ・ボーインラブキのジョングクの髪は赤色、サイドの髪を刈り上げた男っぽいヘアスタイルと赤髪がマッチしていてかっこいいです。次にジョングクが赤髪にしたのは2019年の12月頃、音楽授賞式メロンミュージックアワーズや Mnet アジアンミュージックアワーズで赤い髪色のかっこいいジョングクを見ることができます。ブラウン、黒髪でデビューしたジョングクが初めて髪を染めたのは2013年11月頃のこと。色はブラウン、髪が短くなったこともありやんちゃな感じがして可愛いです。髪色から話は変わりますが、この年の11月は BTS の公式 Twitter のフォロワーが10万人を超えた月でもあります。今や3800万以上の人がフォローしている BTS の Twitter、 桁違いに増えた数字を見ていると感慨深いものがあります。2015年11月、
BTS は火曜年カパート2をリリースしました。この頃のジョングクの髪色はダークブラウンです。調べていると、ランキのジョングクを見て完全にハマったというアーミーがたくさんいました。落ち着いたトーンのブラウンが似合っています。2016年5月、青春シリーズのフィナーレを飾る火曜年華ヤングフォーエバーがリリースされました。ファイアー期のジョングクは、ランの時よりも少し明るめのブラウンヘアです。ふわふわしたヘアスタイルが可愛すぎます。2016年10月頃からは、髪色がさらに明るくなって、ライトブラウンになりました。ブラッドスウェット&ティアーズの時期ですね。明るいトーンのブラウンも似合っていて、かっこいいです。2017年5月、BTS は、2017ビルボードミュージックアワーズに出席しました。この頃から、ジョングクは再びブラウンヘアに。9月に、DNA でカムバックを果たした際も、髪色はブラウンでした。MV 撮影時の金に近い明るいブラウンも、カムバックした時のダークブラウンも、どちらのジョングクも魅力的です。メッシュ。2015年5月頃のジョングクは、黒髪に金のメッシュというおしゃれな髪色でした。同じ金メッシュでも、ジョングクが高校を卒業した2017年2月頃のカラーは、金髪に金のメッシュなので、全く印象が異なります。ネット上では、ダークトーンに金メッシュのジョングクが本当に好き、金髪×金メッシュのジョングク爆イケといったコメントが上がっていて、どちらのパターンも大人気のようです。メッシュといえば、アーミーたちから人気の高いピンクのメッシュは外せません。明るめのブラウンヘアにピンクのメッシュを入れたヘアスタイルは、2017年2月頃のジョングクの髪色です。可愛い笑顔とピンク色のメッシュがこれ以上ないほど似合っていて、人気があるのもうなずけます。2019年11月23日から24日、BTS は千葉県にあるZOZO マリンスタジアムでファンミーティングマジックショップを開催。ジョングクはダークトーン×金メッシュの髪色で登場し、大勢のアーミーたちの心をわしづかみにしました。ピンク。2018年8月に Love Yourself 決アンサーをリリースした BTS。タイトル曲のアイドルを引っ提げて、ジョングクは鮮やかなピンク色の髪でカムバック。ビビッドなピンク髪がかっこよすぎると、ネット上で大きな話題になりました。緑髪。2020年2月にリリースされたマップオブザソウル7。この時期のジョングクの髪はクールな緑色です。深い緑と黒髪の組み合わせがシンプルにかっこいい。派手すぎないカラーだからか、本気のジョングクの髪色と同じ色にしたという方もいらっしゃいました。推しとお揃いのヘアカラーなんて気分が上がること間違いなしですね。2021年10月24日、BTS はオンラインライブ Permission to Dance on Stage を開催。この時のジョングクの髪色は綺麗なミントグリーンでした。ネット上にはかっこよすぎ、昇天した、一瞬で心を持っていかれたなどのコメントが上がっており、ジョングクのヘアカラーに多くのアーミーがメロメロになったようです。紫髪。2015年5月頃の黒髪×金メッシュから、がらりと雰囲気が変わり、6月頃からは、俗に言うドープ期のジョングクへと変貌を遂げます。光の当たり具合によって、赤紫やブラウン、パープルが刈った黒髪に見えると言われていたドープ期のジョングク。前髪を上げたワイルドなヘアスタイルが男らしくて、見るたびに惚れ惚れしちゃいます。紫髪と聞くと、やっぱりバター期のジョングクが思い浮かびます。2021年5月にリリースされたバター。紫髪のジョングクに世界中の注目が集まり、瞬く間に話題となりました。ロング×紫髪、短髪×紫髪、どちらも文句のつけようのないかっこよさです。一部のアーミーからは、バター期のジョングクが最強などと言われており、絶大な人気を誇っています。
青髪。2021年2月、公式ツイッターに、セルフカラーのコメントとともに青髪、姿の自撮り写真をアップ。鮮やかな青色が、多くの人の目を引きました。どんなに派手なヘアカラーも似合うジョングク。さすがです。2021年2月27日に配信されたブライブも大きな話題に。ジョングクの青髪が素敵すぎます。金髪。青色に染める前、2021年1月頃のジョングクは金髪でした。本当に、どんな髪色も似合っていて、どれも一番と言えるほどのかっこよさです。今も、なお、たくさんのアーミーが、金髪のジョングクに夢中になっています。銀髪。2021年2月19日、BTS は、プライブで生配信を行いました。この時のジョングクの髪色は銀髪です。日付的に、銀髪の後に銀髪にして、そして青色に染めたという流れだと思われます。バターのコンセプトフォトや、2021年の BTS フェスタの写真でも、銀髪姿のジョングクを見ることができます。透明感のある銀髪は、美しいジョングクにぴったりの髪色です。まとめ。今回は、ジョングクの髪色を色別にまとめました。お好きな髪色はありましたか？こうしてまとめてみると、落ち着いた色からビビッとな色まで、様々なヘアカラーに挑戦していることがわかりました。ジョングクに限らず、どんなに派手な色でも似合ってしまうのには、さすがとしか言いようがありません。どの髪色もかっこよすぎです。これから、メンバーたちの髪色がどう変わっていくのか、新しい情報を楽しみに待っていようと思います。